皆さんこんにちは。第61回近畿理学療法学術大会プレゼンターの畑中と横山です。今回は教育講演3、栄養評価を臨床にどう生かすかについてご紹介させていただきます。講師の真壁先生は平成11年より管理栄養士として病院に従事され、平成26年より現在の関西電力病院栄養管理室室長としてご活躍されています。先生がこの分野に進まれたきっかけは、栄養は治療の基盤でありますが、早期介入時は十分食べられない患者さんが多く、それに対し非経口栄養療法の専門家が少なかったためです。また浴槽やスキンケアなどの早焼治癒促進に栄養介入の効果を目の当たりにしたからでした。真壁先生より参加者の皆様にメッセージが届いておりますので、お伝えさせていただきます。本大会開催における熱き思いを感じました。理学療法士でも関わりやすい栄養評価の方法、管理栄養士とどう協調するかなど、管理栄養士として理学療法士にどのように関わってほしいかといった視点での講演依頼でした。専門である総称栄養学を視点として、栄養とリハビリの重要性をお話ししたいと考えております。教育講演3、栄養評価を臨床にどう生かすかでは、栄養療法、栄養評価、総称栄養学、インテアをキーワードにご講演していただく予定となっております。皆様のご参加をお待ちしております。